ハロー YouTube、 今日はですね、ある究極の質問ということで、企業が顧客満足度というものを真に理解するためにどんな戦いがあったか、そしてどんな歴史があったか、どんなドラマがあったかっていうところを見ていきたいなというふうに思います。それでは行ってみましょう。久保田望のアンテナということでですね、今日はですね、ある究極の質問、ネットプロモータースコアについて解説をしていきたいというふうに思うわけですけれども、お客様満足度とかってよく聞くじゃないですか。まあ経営者にね、全員こう来てもらって、はい皆さん、お客様満足度下げたい人って聞いたら誰も手を挙げないと思うんですよ。上げたい人って言ったら、上げたいですみたいなね、一人残らず上げると思うのね。お客様満足度上げたい。だけどじゃあお客様満足度ってどうやって測ればいいんですかって子供みたいな質問するとね、これ意外と難しかったんだって。例えば接客をしてる時にさ、なんか売れたらお客さん満足度上がったっていうふうに思うかっていうと、そんなに単純な話じゃないじゃないですか。じゃあアンケートでどうすか、良かったっすかって聞いてみたらどうかっていうと、それで本当の姿分かるか分かんないじゃないですか。お客様って嘘ついたりしますよね。ある状況に特化した質問が思い浮かばないなってことをあるコンサルタントが思っていた。そのコンサルタントはベイン&カンパニーに勤めている天才だったんですね。ベイン&カンパニーっていうのは戦略コンサルファームの中でトップな会社ですよね。でそのベイン&カンパニーの人がですね、すんごいアンケートを用意したのね。もうありとあらゆる考えられることをとにかくやってみようって、何億もかけて調査してみたんだって。そうするとね、こういうことが起きるんですよ。スピードやコストに課題が生まれたって当たり前なんだよね。なんでかというと大量だから、お客さんもげんなりしちゃうと思わない？これを聞かせてくださいとか言って、500万ありますみたいなね、500万ですかみたいな、うん、今まさに俺顧客満足度が下がっているみたいなね、気持ちになりますよね。じゃあ分かりました、図書券をあげますと、図書券をあげますから書いてくださいよ、3000円ですよとか言ってね、まあ、3000円くれるなら500も答えてもいいよみたいな感じでこれ答えるじゃないですか。3000円もらってるからいい感じのこと書こうってなるんですよ。3000円もらってる人に対してめちゃめちゃ悪いこと書けないですよね。だって俺3000円もらってるしって。そうするとあれ、顧客ロイヤリティって本当に高いのか分かんないな、お客様って本音で思ってることを言葉にしてくださるのってめちゃめちゃ難しいなってことに気づいたわけですよ。ある時ユニクロは悪口買い取りますってキャンペーンやりました。悪口書いてください、店舗改善に生かします、そしたらお金もあげますみたいなね、抽選で何名様にお金をあげますみたいな、そういうキャンペーンをやったりした。で集めて、で徹底的にそこに書いてあったことを改善していったっていうことをやったぐらい、お客様は本音を出してくれるのって難しいんですよ。でもそうやって悪口募集しますっていうのって再現性ありますよね。だけど本当はどうなのっていうのは一生わかんなくないですか。それ悪口募集しますって言ったら悪口しか来ないんですよ。でも本当に測りたいのは今どのくらいなんだろうなと、この波自体測りたいんですよね。経営者って常にお客様が喜んでくれる状態を理想として考えてるわけですよね。うちの接客はちゃんとしてるのかな、現場に入ってないから分かんなくなってくるの、どん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 。だから不安なのね。だからお客様の声を知りたい、直接の生々しい意見を知りたい、でも一人一人と会話していたら経営できなくなってしまって、これジレンマの中で戦ってるわけです。だからなるべく数字で把握したいんだけど、数字で把握するのは難しい、本音を言ってくれない、お金をあげたらさらに本音を言ってくれない、悪口を募集したら悪口は言ってくれるけど定性的に理解することができない。世界的な戦略コンサルのベイン&カンパニーのコンサルファームはこの難問に苦しんでいたわけですね。じゃあどういうふうにやったかっていうふうに言うと、大量に実施したアンケートの中で真に顧客ロイヤリティを数値化できるたった一つの究極の質問が見つかったっていうんですよね。この質問だけは顧客ロイヤリティを明確に導き出してるぞっていう確信に変わったような魔法の質問があったんだって。その質問だけすればいいんだって。何億円もかけてたものが1問聞くだけだったらお客様は簡単ですよね、楽ですよね。スピードはめちゃめちゃ速い。めちゃめちゃ速いとどういうことができるかっていうと、リアルタイムに経営にフィードバックが返ってくるようになった。例えば500問質問したらさ、いくら3000円くれるからって言ったって1ヶ月後とかに納期になるかもしれないじゃないですか。そしたら1ヶ月で世界は変わってるかもしれないよ。なんでかって言ったら6月の梅雨の時期と7月の夏の時期、これって決定的に顧客行動違うじゃないですか。雨でだるいみたいなフィードバックがあったとしても、傘を用意してくれなくてうざかったとか、
よし傘を用意するぞってカンカン晴れまくってるけどみたいなね、もう雨はいいっすみたいなね、あれ梅雨だから言ってたんであって、今傘もございますのでとか言われても、いや晴れてるやんってなったらもう絶対ダメでしょ。だからお客様の満足度を上げるってなるべくリアルタイムにすぐ手を打たなきゃいけない。だから軽い質問、短い質問、簡単な質問っていうのが重要なんだけど、一つの質問に割り切るのってめっちゃ勇気がいるんですよ。それだけで本当にお客様の気持ちを理解してるのかなっていう問いが来るから。でそれをビン&カンパニーさんはやってくれたんだよね。それによってネットプロモータースコア、今回のタイトル、このことは NPS とかっていうふうに言ったりするんですけど、ネットプロモータースコアっていうふうに言い表したりします。あなたはこの企業を友人や同僚に勧める可能性はどのくらいありますか？0から10までの11段階で答えてくださいって質問なんですよ。でこれ丸つけるだけ、めっちゃわかりやすくないですか？これだけだった。これ確かにいろんなところで見ません？この質問いきなりアンケートでこういうの聞かれたりしません？これって背景にネットプロモータースコアって考え方があったってこと。でこれをやろうとしている会社っていうのはお客様の心を知りたいと思っていろいろ考え抜いた結果この質問に行き着いたってことなんですよ。この11個の質問が変な構成になってるんですよ。これ公式から見ていきましょうか。 NPS のスコアを判断するのは推奨者の割合マイナス批判者の割合だよっていうふうに出てます。例えば100人がアンケートに答えてくれました。そしたら推奨者というのはどうやら9と10を表すらしい、中立者は7と8を表すらしい。例えば推奨者って答えた人が 40% いたよ、中立者って答えた人は 10% いたよというふうになると50%なので残りは 50% ですよね。そうなると推奨者マイナス批判者の割合である NPS は 40-50 になりますので NPS スコアはマイナス10であるってことになります。これマイナスこれなんですよ、割合を引くんですよ。でもこれ変ですよね、この考え方。なんで変かというとめちゃめちゃ偏ってません？推奨者9と10だけなんですよ。批判者はというと0から6は批判者だっていうふうに考えてるんですよ。この偏りなんか変な感じしますよね。どうですか、アンケートとかで僕たちってあなたはこの企業を友人や同僚に勧める可能性どのくらいありますかって言われた時になんとなく6とか入れたりしません？まあまあ満足してても7とかってつける人結構いません？でも7ってつけてもこれスコア入んないんですよ。11段階あって9とか10っていうふうにつけるのって相当満足してる時じゃないですか。ですよね。例えば髪を切りに行ってうわバッチリ決まったな10ってことはあるかもしれないけど、まあいつも通りだけどまあ満足したかなっていう時って6とかだったりするじゃないですか。もう批判者なんです。サービスのレベル、おもてなしのレベルというものに厳格にこだわっている企業が自分たちの真の顧客ロイヤリティを測定したいというふうに考えた時に使う質問がネットプロモータースコアであるというふうに考えることができますね。でこれ実は NPS に対する批判っていう考え方もあって、アメリカ人とか欧米人って Wow! Fantastic! とかっていうふうに言ったらもう10とかなんですよ。減点方式で考えるっていう考え方を持っているので基本10なんですよね。だからそこからちょっと悪かったらこの辺に落ちるよね、だから中立者7、8なんですけど、日本人って中間の発想するから5を軸にしてそこからちょっと上がったら6っていう発想したりするんですよ。なのでアジア圏だったり日本ではこれってマイナスに働くこと多いよとかっていうふうに言われるっていう批判があったりします。そう考えるとこれって最終的に NPS で出るじゃないですか。世界のいろんなブランドと比べることができるんですよ。例えばリッツ・カールトン、ディズニーとかそういうサービスとかと自分たちのサービスのスコアリングを比べて比較することができるって言われてるんですけど、日本のおもてなしレベルって低いよねっていうふうに見られてしまいがちなのね。でこれは中立志向があるからだっていう批判もあったりするんですけど、一旦それちょっと置いといて自分のサービスの現在地点を冷静に判断するっていう意味ではこれってものすごい使えるの分かります？スコアが何だったとしてもですよ、他者と比べるっていうステージ2に入る前に自分たちのスコアが何点なのかってことをまず受け取ってみるっていうふうに考えるとこれってめっちゃ使えるんですよね。で海外で使ってるのはアップルとかスターバックスとかソフトバンクなどが導入しているすごく画期的な方法だっていうふうに言われていて、実際この方法によって売上もアップした。これどういうふうに売上アップするかっていうと、批判者を押したユーザーに対してはなんかもし1点でも点数を上げることができるとしたらどんなことができたりしますかねっていうことを次の質問に入れたりするんですよ。そうすると
これさっきのユニクロがやったっていう悪口募集キャンペーンと近い発想じゃないですか。どうやったらお客様の満足度を上げられるのかっていうのをはっきり聞くことができるんですよ、1点という質問で。でそこで得られたものを現場に改善していく、良かったところには例えばボーナスを出していくみたいな形でマネジメントをすると、マネジメント機能しそうですよね、とかっていうようなやり方で、ある究極の質問ネットプロモータースコアっていうのは活用していきます。でじゃあ最近は実は ENPS みたいな応用例とかっていうのも出てきていて、これ何かっていうと、今までってお客様を知ろうだったじゃないですか。経営者の頭痛の種っていうのはお客様のことだけじゃないんですよ。もう一つあるのはやっぱり社員ですよ、組織ですよ、エンプロイヤー、実際に働いてくれている人、パートナーに対しての満足度調査、社員満足度調査、職場環境満足度調査もこれ難しかったわけですよね。でもこれ質問を変えるだけで同じように機能するわけですよ。あなたはこの会社を友人や同僚に勧める可能性はどのくらいありますかって質問に変えればいいわけですよね、企業をって言ってるのね。例えばなんか友達を就職に誘うとか、リファーラルリクルーティングとかっていうふうに言われたりしますけど、友達を誘って自分の会社に連れていくみたいなことって普通になってるんですね。なんでかっていうと、例えばリクルートとかに年収500万の社員を入れてくださいっていうふうにお願いすると、年収500万円の 30% 報酬として払うんですよ、大体。そうすると150万払わないといけない。だけど例えば社員が、友達を連れてきてくれたら20万円払う、10万円10万円ずつ払うよ、友達にも払うし君にも払うよっていうふうにやったら、20万円コストセーブできてるの分かります？150万だったものが20万円になるわけですよ。なので経営者にとっては合理的だよねって話になるし、社員にとっても給料アップのモチベーションになるし、イケてる人と一緒に働きたいって願望をもともと持ってるはずなんで、それも機能するよねっていう考え方がリファーラルリクルーティングっていう考え方なんですけど、そういうふうに本当に自分が満足していたら他の人を連れてきたくなるよね、そうすると採用コストも下がるよねみたいな考え方で ENPS みたいな応用例もあります。というわけで、こういうその指標を活用することでより豊かに経営ができるようになるでしょう。というわけで、もし感想がありましたらぜひコメント欄に書いてください。また高評価ボタンを押してもらえるととても嬉しいです。チャンネル登録してもらうことで次回の動画も見逃さずに済みます。次回はですね、ブレインマシンインターフェースっていう、脳みそで考えるだけでスマートフォンがいじれるような社会っていうのがやってきたので、その技術について解説をしていきたいというふうに思います。マーケティングって本当に面白いですね。さよなら、さよなら、さよなら。